さあマイクぶつけて、はいこんにちは、それじゃあやっていきましょう。いた、ドラゴンクエスト11、またマイクぶつけて、ちょっと待って、マイクの位置が悪いな。はい、じゃあやっていきましょう。ドラゴンクエスト11、ですね、デルカダール城に来まして、ここが多分最後だと思うんですよ。そんでね、一応これ戦歴かで見つけた合言葉、よっちの数っていうのを25分の25というわけで全部集めてきました。まあ今回デルカダールの城やりながら、よっちもやれればいいかなと。そう、この奇妙な黒い影があるってね、女王様が教えてくれたのでやっていこうと思っております。被害を加える様子はないものの、正体も一向につかめないと。なるほどね。で、庭師とメイド。中庭にいるのか。困ったのって言ってるな。じゃあちょっと中庭に行ってみるか。中庭ってどこだっけ？あれか、グレイグと、ヒンメルじゃねえ。あれ、あいつ。なんだっけ。グレイグと、やべえ、ね、ここね、グレイグと、あの子が、なんか話してたとこね。大樹。なんだっけ。あの木を見つめてるみたいだけど、何か気になることがあるのかしら。ホメロスだ！ホメロスじゃねえってこれ。調べてみましょうよ。はい。ベロニカが教えてくれた。ホメロスでしょ、多分。なんかホメロスの魂的な。違うのかな？あ、そう、これね。なぜ、お前は私の前を歩こうとする。なぜ、お前ばかりが力を得る。なぜだ、グレイグ。ホメロスもあっけなく終わったもんな。お前の後ろは歩かない。これ存在しない世界線のやつじゃん。グレイグ、私はお前の先を歩く。お前はここで朽ち果てるのだ。エルキモスバージョンな。ん？こいつも。もしかして今のは一体何だってんだ。過去に来たのか。うん、デルカダール城の玉座のように見えたけれど、随分と荒れ果てていたわね。それに戦っていたのはグレイグと。そうだよな、ホメロスなのかしら。存在しない記憶だもんな。わからない。だがなぜだろうか、俺はこの光景を見たことがある気がする。このなんか前の世界線の記憶を見たことがあるってみんな言ってるから、過去に戻ったっていうよりはなんか過去と統合されたみたいな感じなんかな。あっち行った。あれ、ホメロスでしょ。先ほどの光景と黒い影、何か関係があるのかもしれない。あの黒い影を追ってみよう。おいよ、行ってみよう。ホメロスと戦うのかな。でも、もうあれから結構強くなった？いる。あれ？そっち行くの？玉座じゃない。あ、メイドが怯えてる。見ちゃった？黒い影がお城の奥へ。あ、見えちゃうんだ。行ってみるか。あ、みんなと話してみる、一応。ん？何かを伝えようとしている。あ、やっぱりなんかこう、記憶があるというか、ね。どう？グレイグの言う通り。何が何だかわからない。まあそうだな。そうじゃな。今回はちょっと、あ、タイジは覚えてたってことなんか。そうかそうか。
タイズの根の力であの記憶が見えたってことは、この世界というかその命のタイズは全て記憶していたということなのか。あ、なんかいいなそれ。タイズだけは覚えてたみたいなさ、いいなそれ。まあ、厳密に言うと俺も覚えてるんだけど、あと、あの黒いヨッチ、ニズズルファーも。なんかいいなそれ。食料庫。あ、これ確か、あの、玉座に通じる裏口があるんじゃなかったっけ？そうだよな。この食器棚がどうかしたというのか？そうか、思い出したぞ。確かこの食器棚の裏には、王の資質へ続く隠し階段があるのだ。我が王とホメロスだけだ。あ、だね。王にこっぴどく叱られたものだ。ああ、何かあるのかな？ホメロスの資質？王の資質に行くんじゃなくて、ホメロスの資質に行くの？俺、ホメロスの資質なんて、今はホメロスの資質。西側の部屋、あ、はいはい、西側の部屋ね。そう。ホメロスの資質なんてわかんない。じゃあ、理解している？なんで？さっきそんなんだった？扉が開いてる？いや、俺が開けたからか？そうか。あ、え、黒い影こっち入っていったんだ。過ぎた日々を懐かしんでいるようで追い出せませんでした。ここホメロスの部屋なんだ。なんだっけ？あー、なんかこんなような気がするような、しないような。あれ？日記？どうやらとても几帳面な字で日々の出来事が綴られているようだ。我が友グレーグがソルティコでの修行から戻り、一つ月が過ぎた。しばらく見ないうちにアホのように背が伸びて、大人の騎士のようだ。手合わせを申し込んでみたが、セイラの力に加え、見事な剣術を身につけた奴の前に、私はなすすべもなく倒されてしまった。あ、もう結構力量差があるんだ。そして奴は、倒れ伏す私に向かって、幼き日と同じように手を差し出して笑うのだ。その笑顔が、どの技よりも私を痛めつける。まあそっか、対等に行きたいのになんかこう、情けをかけられてるじゃないけどさ、上から目線っぽく見えちゃうのか。奴が不在の間、私も遊んでいたわけではない。兵法を学び、己料理して鍛錬に励んだ。それなのに、なぜグレイグは私の先を行く？私たちはこの王国を二人で守ると誓った。遠い日のざれ言を覚えているのは、もはや私だけなのかもしれない。置いてかれちゃったみたいな。だがそれでも、私は夢に見るのだ。二人で王の横に並び立ち、共に戦う日々を。そのために私はできることを探し続けよう。あ、なんかこれ見ると、ホメロスも悪い奴じゃなかったのかなって思うけど、俺の村焼いたことは忘れねえからな。あ、あと俺のベロニカを持って遊んだことも忘れねえからな。大広間へ向かってくれ。行こうか。行ったもんな、俺あの時。どんなことがあっても俺は絶対にお前は許さねえって改心したり、そのね、なんかこんな悪いやつじゃなかったよみたいなの出されても、俺の村焼いたし、あいつベロニカ持って遊んだし、ベロニカ持って遊んだ、違うな、ベロニカで俺のことを持って遊んだし消えた。今にして思えば16年前、勇者の故郷であるユグノアの悲劇から全ては始まっていたのだろう。俺はあの日、ホメロスと共に隊を率いて魔物の吸収を受け陥落したユグノア城からデルカダール王を助け出した。あ、でもその時にウルノーガが、魔王ウルノーガに
成り代わられているとも知らずに。だよな。そして俺はその働きを認められ、この場所でベルカダール王より将軍の任を賜ったのだ。うんうん。だがベルカダール王の救出は一人では決して成し得なかったこと。この鷹が頭二つあるのもそういうことかな。俺はあの戦いでの手柄はホメロスにもあると王に進言したが、全く聞く耳を持たれず、王は不自然なほどにホメロスに冷たかった。王がホメロスを遠ざけたのは、あいつの心の闇を利用し手足として使うためのウルノーガの策だったのかもしれない。なるほどな。俺がもっと早く王の異変に気づいていれば、そしてもっと早くホメロスの心の闇に気がついていたら。え？そうか、お前は。お？ヨクザに行ってんのか？黒い影を追ってみよう。あと少しで大切なことがわかる。そんな気がするんだ。なるほど。行ってみるか。黒い影が切ない気持ちになりますわって。まあどうなんだろう。ホメロスと戦うのかな。あれ、そっちに行くの？そっちってどこだ？テラスとかだっけ？ち？ここ、あ、ここ玉座？あれ？ここ玉座か？違うよな、あれ？テラスとかじゃなかったっけ、ここって。違うかったっけ？そう、バルコニーか。行ってみるか。こっちか。で、こうもあって、なんか変な作りしてるな。一回行ったはずなのに、ここ。あ、なんか落ちてる。多分、ユグヌはどうかとかじゃなかったっけ。拾った記憶があるような、ないような。一回ここ来た気がするもん。ほら、ユグヌは金か。ね。バルコニー出ます。はい。月、太陽。懐かしいな。ここは幼い頃ホメロスと手合わせをしていた場所だ。そうなんだ。ホメロスなのか。ここまで来てホメロスじゃなかったらちょっと笑うけどな。によって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世を迷うと言われておる。やはりこの黒い影はホメロスが。ホメロスなのか。なぜ、なぜだ。俺はホメロスだな。マガマガしい怨に満ちています。このままでは危険ですわ。ち、気は乗らねえか。やるしかねえ。行くぞ。おう、あ、俺パーティーメンバーどんな感じだっけ。あ、グレイブ。この戦いは俺に任せてくれないか。タイマン。グレイブよ、分かっておるじゃろうが、あの闇はもはやホメロスではない。膨れ上がった奴の心の闇そのものじゃ。だからこそ俺がやらねばならぬのです。あの闇を生んだ一因は俺にある。
勇者よ、頼む。まあいいけど、そのお前斧を装備してるけどいい？ここで終わりにしよう。なんか剣の道みたいなさ、剣と剣のバトルっぽいけど斧を装備してるけど大丈夫？ほらホメロスもちょっとあれってならん？あれ剣じゃないのみたいな、お斧みたいな感じになるの大丈夫？ホメロス、あれでもホメロスも2本持ってるからいっか、大丈夫かな、なんで斧なんだいみたいな。やるか。じゃあまずそうだな、ホメロス、お前の苦しみは天下無双を使ってみるか。敵一体だったら結構出るかな、ダメージ。まあまあだな。あ、ホメロスお前自動回復すら超えられない。ホメロス大丈夫かお前。451か。あ、ホメロスお前ソーテンマーさんどれぐらい食べ、あ、ソーテンマーさんの方が強いな。闇の力が溢れ出す。あ、エルキモスになった。その姿、お前の闇は。でも守りを捨てるとさすがにか、カトックになってないもんな。まあソーテンマーさんの時か、こっちの方が火力出たし。おりゃ、あ、まあまあ食らうじゃん。ようやく戦闘になるな。余裕だなこいつ。よいしょ、闇の炎、これが闇の力か。兜割りとか鉄鋼山で下げた方がいいのかな、下がるかな。あ、下げれた。ホメロス、聞こえているか。俺たちはどこで道を違えた、共に戦った日々さえ幻なのか。すげえ感動的だけど弱すぎる。ホテンマナするか。届かぬか。おおおおお、なんだ。俺にあるならばそれを終わらせるのも俺の役目だ。守備力下がってるからこっちの方がいいかな。あんま変わらんだ。あ、攻撃力下がるんだ。ガードされてる今聞いた？ホメロスがさ、力を振り絞って攻撃したのにガードして無駄だって言ったよこのおっさん。さ、かわいそう。これで最後だ。おてんまさん、なぜお前は俺の先を歩く。お前が称賛を浴び光り輝くほどに俺は影になっていったな。グレイグよ、俺はただお前のようになりたかっただけなんだ。え、ホメロス、クレイグ。だが俺は王に拾われて以来お前の背中を追い続けてきた。そういやそんなこと言ってたな。故郷を奪われ家族を失い一人きりだった俺にとってお前こそが光だったんだ。
バカなやつだ。お前を裏切った者のために。ああ、お前の言う通り、俺は大バカ者だ。いつだって気づくのが遅すぎる。もっと早くお前と話をしていれば、お前を救うことができたのかもしれない。ずっと分かっているつもりだったんだ。俺とお前は持って生まれた才が違う。互いに違うからこそ共にあるべきだと。だがいつしか俺はお前にねじ伏せられる悪しき者たちの中に自分自身の影を見るようになっていた。そして気がつけば、俺はもう後戻りができないほどにウルノーガの闇に見入られていたのだ。同情も深い悲しみもいらない。ただ一つだけ、グレイグ、お前に問いたい。お前はまだ俺を友と呼んでくれるのか？もちろんだ、我が友よ。俺はずっとその言葉を待っていたのかもしれない。我が友よ、幼き日の誓いを今ここで果たそう。相当のわしは片翼では飛べぬ。俺の魂はお前の横に並び立つ。くっ、共に戦おう。くっ、こいつら満足してるけど、お前は俺謝罪されてねえんだけど、村焼いてすまなかったなって。ベロニカの件はともかくとしてさ、お前村焼いたじゃん。おい、何お前満足して言ってんの。おい、ちょ、俺がなんか若だまり消えてないって。え？なんか変わった？あ、なんか色が白黒になってる気がする。見て、あの鎧、グレイグとホメロスの力が一つになったようだわ。あ、あれ俺が耳っちいのかな。でも俺故郷の村焼かれたんすけど。なんかみんな、なんかよかったねみたいな感じになってるけど。勇者よ。勇者複雑よな。せめて一回謝罪欲しいよな。村焼いてごめんなって。俺はお前が望む限り勇者を守る盾であり続ける。我が友と共に。そっか。あ、もうその剣弱っちいから置いていきな。斧の方が強いから。随分と時間がかかってしまったが、今度こそお前と本当の友になれた気がするよ。あ、そうそう、そんな剣いらねえから置いとけよ。マジで斧の方が強えから。え、俺が耳っちのか。あ、この剣、ふんふん、俺が耳っちのかな。え、だってな、やっぱ謝罪欲しい。あ、なんか金ピカになってる。相当のわしスタイルだって。すげえ、斧も盾も金だ。これデルカダール、デルカダールスタイルは黒で、なんかこっちの方がかっこよくない？黒と金の方がさ、コントラストがあって、金一色だとちょっとなんかバカっぽくない？でもなんか友との誓いを胸に秘めた英雄の見た目になれるって書いてるもんな。あ、相当のわしの鎧っていうのがあるのか？これか、これか、これのせいか。あははは、戻そう。なんでこんな。うちは、魅了とか呪いを、
25% で防ぐのか、打ち直しすれば 50% とかになるのかな。ああ、まあ耐性だけ見れば確かに優秀か。魅了と呪いってあのあれ、このスーパーリングじゃ防げないもんな。そうだな。ただどうだろう、そのプラス3にすればどれぐらい上がるのかわからんけどさ、100近く違うよな。すまん、褒めろす。俺のセンスが悪いのか、俺がこう、あんまりなんかこうね、情緒とかがないのかわからんけど、あの、金ピカの鎧、ダセ。ちょっと筋肉ムキムキに見えるしさ。黒の鎧の方がかっけえし、あの鎧弱えし。やっぱ英雄王には勝てんかったって。謝罪欲しかったな。すまぬ勇者よ、みたいな。魔王ウルノーガの命とはいえ、みたいな。取り返しのつかないことをしてしまった。謝って許されるものではないかもしれないが、謝罪させてくれ、勇者よ、みたいな。なんかなかったな。あいつら勝手に和解して終わったな。俺村焼かれてるんですけど、故郷。悪魔の子言われて、追いかけ回されたんですけど。あーん。なんだあいつ。まあでもいいや。これで、とりあえず、はい。あ、玉座の間もあるのか。オッケー、行こう。ってことは、マルティナさんかな。今回、ヨッチの村も一緒にやろうと思ったけど、まあなんか玉座行けば、ちょうどいい時間帯になるかもしんない。来ましたぜ、王さんよ。はい。うん。何か分かったか。ニズゼルファ。そうそうそう、それ。うん。邪神に滅ぼされよう。はい。あ、そんだけ？あ。あ、いや、なんかある。待ってくれ。しばし時をくれ。マルティナに話しておきたいことがある。うん、存分に話しな。デルカダール王国、強く美しい国じゃ。ウルノーガの手中にあっても揺らがなかった。マルティナよ、苦労をかけたな。わしはなぜ16年前のあの日お前のそばにいてやらなんだのか。ウルノーガに心を食われ失った16年の月日、愛する娘の成長する姿を思い描くことさえできなんだ。あの時の己の弱さをわしは悔やんでも悔やみきれぬ。本来ならお前は戦いなど知らず、穏やかで幸せに満ちたこの王国の姫として生きるべきだったのだ。お前はもう十分に戦った。今からでも遅くはない。デルカダールの姫として生きてもよいのだぞ。だってさ、まあどっちでもいいんじゃない？戦力的にはあんま痛かないけど変わらんからな。お父様。シルビアさんと、その名前グレイグ、ベロニカ、セーニャ、じいちゃんあたりがいれば、とりあえず戦えるからな。お父様。マルティナは、この16年の月日を食いたことなど、一度もないのです、はあ、この16年マルティナは守るべきものを探す旅を続けてきました。辛いこともたくさんありましたけれど、あれ、おっしゃった。その日々の果てにかけがえのない大切なものを見つけたのです。
お父様に、ロー様、愛する祖国、優しき民たちと信じられる仲間たち、そのすべてが生きるこのロトゼタシア、私は守るべきものを見つけたのです。誰のためでもありません。私は私の大切なものを守るため戦うのです。マルティナよ、強くなったな。これはお前が女王になる日に渡そうと思っていたのだが、今がその時のようじゃ。受け取ってくれ。なんだ？それは黄金のティアラ。今は亡きそなたの母のものじゃ。お前の黒髪にきっとよく似合うじゃろう。お母様のティアラ、大切にいたします。ありがとう、お父様。ティアラ。ではマルティナよ、行っておいで。全てが終わり、世界に平和が訪れたなら共に暮らそう、このデルカダール王国で。はい、行ってまいります、お父様。なるほど、ここもちゃんと話し合えたってことか。で、そのまああんま強くないのかもしんないけど、その黄金のティアラみたいな頭かな、これか。あ、でも守備力上がるな、この早期のティアラより。打ち直せばありか。あ、強い。眠り混乱、呪文封印はまあいらんけど、即死とか、うんうん、これはありだ、つけとこう。なんか、打ち直しとかできるんかね。あの、人からもらったものを打ち直しするとかって良くない気がするんだけど、一応ね。じゃあ、できるかどうか、するかしないかは、まあ、置いといて、できるかどうかを見ると。新しく覚えた遊び、なんか、あ、いや、なんか拾ったな。これね、あの、あれ、ヨッチの村、探して、ヨッチの村、ヨッチの合言葉の時に多分見つけたんだ、これ。強くないな。あ、アクセサリーじゃなくて、防具だ。じゃ、作るじゃん、打ち直しだ。マルティナ。あ、打ち直せる！あ、打ち直せんのか。そっかそっか。打ち直し、みたい？いつも、俺がどんな感じで叩いてるのか見てみる？これね、結構運ゲーなんよな。まず最初、この火力上げっていうのを、とりあえず2回ぐらいしとくのよ。で、あとは、乱れ打ちをするだけ。で、あの、ヘパイトスの火っていう必殺技があるんだけど、それが出るのを、あ、これ必殺チャージって言うでしょ？これが出ると、次、全部回心になるの。で、回心になると、なんかね、その、あれ、ぴったり止まるのよ。だから、適当に、3倍打ち。こうやってね、いい感じにね、調整すんのよ、まず。この、緑ゲージ手前ぐらいまで。こんな感じで。で、あ、こんな感じでいい感じに、緑の手前まで調整できたら、必殺技。次の表示が必ず開始になると。で、これで全部開始になるから、この場合だと特技の超4連打ち。左上とか超えそうだけど、開始が出るとぴったり止まるのよ。はい、完成。なんか別にコツも何もない。あの、ヘパイトスの炎が出るまで待つだけ。そうすると、プラス3になると。こんだけ。めっちゃ簡単でしょ。たまにあの、必殺チャージって運なんかわからんけどさ、たまに必殺チャージしなくて、ちょっと乱れ打ちが暴走するときとかもあるけど、まあ、こんな感じよ。80% になってる！強い！呪文封印いらんけど、呪文覚えてねえから、
さ、守備力はちょっと上がったか。うんうん。でも強い。グレーグのあの変な鎧より強い気がする。そうすると、そうだな。じゃあもうこれで、一旦、あれか。終わりか。この旅というか。こっちの、この、なんつうんだろう。ロトゼダシアでの旅は、一旦、区切りつけて、ヨッチの村に行って、過去というか、その過去作の世界に行って、ヨッチの村の、そのダンジョンを全部クリアしたら、いよいよ、ニズゼルファーと戦うと。で、ニズゼルファーを倒して、最後、ネルセンの試練に挑んで、幸せになるとかっていう、すげえふわふわした。でも、幸せになるは最後がいいよね、なんか。すげえふわふわした願いを叶えて、あ、こんなもんか、つって。幸せになるって、あれねって。歩くたびに経験値が1もらえる、幸せの靴もらえるだけに、みたいなさ。幸せの帽子だっけ、靴だっけ、なんか歩くたびに1経験値がもらえるっていうアイテムがあるんだけど、あ、それもらえるだけね、みたいな。幸せだけど、みたいな感じで終わるんじゃないかなと。この、俺の長かったドラゴンクエストの旅も。というわけで、今回はまあ、じゃあ、いつもよりちょっと早いですけども、この辺にしておきまして、次回、ヨッチの村、やっていきたいと思っております。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。じゃあね。Bye-bye.